Thank you.
先生は騙されたんだよ。どうしようね。もう朝までここにいるしかないよ。こんな簡単に私を信じちゃうなんて、先生って本当、あれほど私を信じないでって言ったのに。ん？ここで騒いだらみんなにバレちゃうよ。いいの？私は別にいいけど。あれ？もしかして怒った？私が問題児だってことくらい先生だって知ってたでしょ？その困らせたかったんじゃないの？先生に嫌われるのは嫌だ。でもちょっとだけ、ほんのちょっとでいいから、先生と一緒にいたかったの。